元気で、あとは、まあ、テンションの高い人っていうのも結構大事かもしれないですね。あとは挨拶、これができる人。アナウンサーですのでラジオニュース、テレビニュース両方ニュースを読みます。あとは、テレビ番組の司会業も私はやっていますので、情報バラエティ番組をお届けしています。私たちの言葉でもう本当に捉える方って感じ方が変わってきますので、そこは注意していますし、あとそこで伝わった時のやりがいっていうのはたくさんありまして、元気な人、フレッシュな人、あとはいろんな経験をしてきた人をお待ちしています。まあ、いろんな経験と言いますと、まあ、サークルでもいいですし、ゼミまたはバイト、すべてがネタになります。ぜひね、そういった方と一緒に働きたいなと思います。お待ちしています。